と女にしとくにはもったいないぐらいだな。やっぱり未だに信じてないわけだ、父親の死が事故だったとは。父さんってどんな人だったの？俺何も覚えてなくてさ。私今熱海にいんの。あれからちょっと拉致されちゃって。手間をかけさせないでください。まだ近くにいるはずだ、探せ。なんだかわかる？テルさん、そんなものを売ってたのか。これは仮説だが、 D ファイルを売ってたその公安の人間がテルさんに協力を依頼していたとしたら。喜べ、そろそろ親父のところに行かせてやる。動くな！殺したこいつらを、思い出を奪ったこいつらを絶対に許さない。